どうもこんにちは、水素村の下っ端住人山本です。アシスタントのカレンです。今日は神奈川県の水素ステーションを紹介するよ。あれ、愛知県じゃないの？地元だから説明がしやすいって言ってたじゃん。さらっと個人情報を流すのやめて。少し動画の頻度を上げようと思ってるんだよね。水素ステーションの紹介動画はできる限り上げようと思いますので、よろしくお願いします。まあ会社の決算も終わったみたいだし、止めないけど無理のない程度にね。ほんと個人情報やめて。横浜朝日水素ステーション。横浜朝日水素ステーションは神奈川県横浜市旭区にある水素ステーションです。横浜市では北部に位置します。横浜動物の森公園の近くにあります。保土ヶ谷バイパスの下川井インターチェンジを下り、中原街道を西へ進みます。6分ほど進むと見えてきます。動物園入り口の交差点にあります。営業日は月曜から土曜と祝日で、日曜は休業日です。営業時間は9時半から17時です。事業者はエネオス株式会社です。このステーションは圧縮水素を輸送して水素を供給するオフサイト方式です。もともとは2011年からナフサ海質の水素ステーションとして実証実験で使われていました。2015年にエネオスとしては5カ所目の商用水素ステーションとして開所しました。山ちゃん、神奈川県では水素ステーションは何箇所あるの？現在神奈川県には16箇所だね。関東では東京に次いで2番目、全国で見てもかなり水素ステーションが普及してるよ。そうなんだ。その神奈川県の水素ステーションを紹介していくんだね、下っ端のくせに。まあ俺ができることなんてこの程度しかないからね。飽きるまでは手伝ってあげるわ。チャンネル登録と高評価もお願いします。